赤山鳥は、イグチモクイグチか赤山鳥竹族のキノコである。食用キノコ。日本、ロシア極東地方、韓国、及び中国に分布する。なお、同名の鳥類に、キジカヤマドリ族の赤山鳥がある。従来は、ヤマイグチ族に分類されてきたが、2015年に、中国のギャングウッドズウエルヤンが新設した、赤山鳥竹族に移された。この族には、 中国南部及びインドに生息するアール・ブラニーラスが含まれる。極めて大型内具地のキノコであり、傘は直径7から25センチメートル、時に30センチメートルを超える個体が見られることもある。用金時は半球型で後に、満洲型からほぼ平らに開く。傘表面はビロード状で、濃度色大価値大々色。はじめは、脳のシワ状で、 傘が開くにつれて、シワは伸び、表皮がひび割れて、炭鉱色の肉が見えるようになる。塩部は、観光部より外側に膜状に突出する。観光は、黄色の地、オリーブ黄色、鉱鉱は、銅色で非常に小さい。柄は高さ5から15センチメートル、太さ25から50ミリメートル、表面は、炭鉱色から黄色で、高褐色の最流天才林片で密に覆われる。 肉は白色、またはやや、帯黄色で、極めて厚口密。変色性はないが、空気に触れるとわずかに淡紅色となることがある。発生時期は、夏から秋。粉羅、くぬぎ、水羅、シーなど、ブナカ公用樹林内の樹下に、単性群生する、外生菌根菌である。傘表面茨城県イタ市、2016年9月から、観光校イタ市。 2016年9月高校拡大にたこし、2016年9月、見た目は異様なキノコであるが、食用キノコとして知られている。成長すると観光部分にキノコバエなどの虫が入りやすいため、採取時には注意が必要である。傘は柔らかく、柄は程よく硬く、歯切れが良い。汁物にすると肉から黄色い煮汁が出て、イグチ特有の旨味が出る。 新鮮な観光部分だけを軽く炒めると、マシュマロのような風味、食感となる。ありがとうございます。